皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、シャナ使って、新まんじゅう破壊していきます。イェイ！ですね、新まんじゅう相手が貴族性ということで、シャナ使ってもボコボコにできるんですけども、今回の編成、なんと最速13分。で、もちろん非属性編成なんで、相手の属性によってね、下ったりはするので、マックス下っても、16分ぐらいでは攻略できるかなっていう編成になっています。はい。なのでシャナにしてはめちゃめちゃ速いし、何よりめちゃ強いんですね。シャナが強いんですよ。なんで今日はシャナを使った新まんじゅうの攻略編成紹介していければなと思います。とりあえずテンプレ紹介していきますが、代用に関してもめちゃめちゃ多いので安心してください。編成こんな感じです。はい。なんで代用多いかを説明するとですね、バッチが落ちこんなしバッチなんですよ。今回の編成、快適に新まんじゅうを周回するために、バッチが落ちこんなしバッチになってます。すなわち、ここを HP プラスバッチに変えてあげると、代用の幅めちゃ広がりますしね。例えば、スキルブーストプラスバッチとかにしてもね、代用できるわけですから、編成の幅っていうのはすごい広いと思ってもらって問題ありません。早速編成紹介していきます。リーダーカレンからです。7強遅延2つ闇軽減3突に、こちら、カレン武器継承ですね。はい。代用解説動画後半にあるんでね、安心してくださいね。カレン1体しか持ってない人も、またね、後半で話します。で、シェリングです。雲耐性アシスト無効回復洗剤に、こちら、ゴッドガンダム武器継承です。からの、こちら、エルディアブロです。全パラ強化4突に、こちら、ガンダムエピオン武器つけてあげてます。そして、こちら、キュベレーです。全パラ、スキブ洗剤、HP 強化プラスで、HP めちゃめちゃ漏れてますね。これ、17,000 ぐらいあります。でさらに、パイモン武器つけてあげて、泥強チーム HP 持ってますと。で、シャナー、10強毒目覚め耐性、対6キラーに、こちら、カレン武器つけてあげて、からのフレンド、シャナです。10強邪魔目覚め耐性、対6キラー、レム武器継承って感じになってます。という感じの編成ですね。実際に立ち回り今からチェックしてもらって、もしね、使ってみたくなったら、後半の代用解説もね、チェックしていただければなと思います。ということで、まずは実際にね、こちらのテンプレ編成使っていこうと思います。実際に遊んでいきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。シャナ使ってあげて、キュベレ上使います。シャナからのキュベレ上使ってあげて、シャナ使いましょう。で、エルディアブロを使ってあげて、シェリング上使います。で、カレン変身してあげて、エルディアブロ溜まり直すんで、このまま使いましょう。で、火の列プラス、火の西組んであげて、12コンボですね。このまま落ちこんなしバッチなんで、一撃でちゃんと削っていきます。そしたら、カレンからのシャナ使って、盤面7コンボ組んでいきましょう。カレンからのフレンドシャナ使います。盤面7コンボ組んでいきます。はい、これで盤面7コンボ組んでいきます。で、10コンボ組んであげて、このまま2パンで殴っていきます。さあ、続きまして2階層です。2階層はカレンからのシャナ使ってあげて、平積み盤面 7C 以上でワンパンしていきます。まずカレン使いましょう。カレン使ってあげて、シャナ使ってあげて、平積み盤面 7C 組んでいきましょう。まず一旦平積み盤面 7C 組んでから削っていきます。12コンボです。そしたら1コンボ2回組みましょう。1コンボ組んであげて、カレンからのシャナ使って盤面 7C 組んで、ちょうど5コンボ現象もこれで途切れるんで、ここで倒していきます。はい、こんな感じで盤面 9C ばっか組んでいるけど 7C で大丈夫だからね、 7C 組んで突破していきましょう。こんな感じで破壊していきます。で、これ以降は基本的にカレンからのシャナでループしてあげて、比列プラス火の T 字プラス回避 L 字を組んでいくのが大事になっていきます。はい、初手キュベレー使いましょう。キュベレー使ってあげて、カレンからのシャナ使って十字組んでいきます。はい、こんな感じで1回引く含みながら十字も組んであげて、チョークライミ解除しながらワンパンしていきます。はい、これで半分まで削ってあげて、でカレンからのシャナ使いましょう。ここはちゃんと火の西へ組んでいけば簡単に倒せますので、火の西へ組んで倒していきます。はい、これで12コンボ組んで突破していきましょう。2パンで破壊していきます。さあ、続きまして4階層です。4階層はカレンからのシャナ使って非エルジュ2個組んでいきましょう。毎ターン非10個作れるからエルジュも確定で組めるのめっちゃよくない？割強いよね。うい、これで非エルジュ2セット、あれ ?1 セットになってる ?2 セットだよね。 OK、 2セット組んであげて非エルジュ2セットでまずは1発削ります。はい、そしたらここから2ターンかけて倒していきましょう。カレンからのシャナ使ってあげて2ターンかけて無効貫通で倒していきます。はい、はい、火の無効貫通プラス回避エルジュ組んであげて火の2コンボ組みつつ倒していきます。まずは一発無効貫通で削り OK。 そしたらカレンからのシャナで倒していきましょう。はい、カレンからのシャナ使います。これで火の無効貫通含みながら10コンボ組んで倒していきましょう。リダフレ8コンボ加算なんでね、コンボ加算数えぐいんで、これで快適に倒していきます。さあ続きまして5階層です。5階層は火の列プラス火の T 字プラス回復エールジュ組んでいきます。カレンからのシャナ使いましょう。盤面良すぎだろ。良すぎて逆にむずいわ。は？ちょっと待って、ふざけてる場合じゃない。本当に盤面良すぎて逆にむずかったわ。火の列プラス回復エールジュプラス火の T 字組んであげてこの火力ですね。でしっかりと削っていきます。はい、これがもう一番メインな火力でエルディアブロ使ってあげて指延長でカレンからのシャナ使って火の無効貫通プラス回復エールジュ組んでいきます。火の無効貫通プラス回復エールジュでしっかりとツーパンしていきます。14コンボです。このままツーパンで破壊していきましょう。突破です。無効貫火力強くね。なんかさっきから無効貫組むとめっちゃ強いな。さあ続きまして6階層です。あでね、この水がゴミなので闇引いたらめっちゃ楽なんでもう最高。水引いたらゴミって感じなんだけど遅延が入るんでまだ全然マシです。さあこのまま無効貫通プラス回復エールジュギして倒していきましょう。水引いたらね4パンになっちゃうのでまあ大外れなんですけど闇引いたらワンパンできるんで13分も狙えるって感じになっております。はい、だから1番は水を引かないことが大事で、ここはカレンからのシェリング使ってあげて殴っていきます。よいしょ、火の列プラス火の T 字プラス回避エールジュ組んでいきます。火の列プラス火の T 字プラス回避エールジュ組んであげてまずは一発削っていきましょう。こんな感じで殴っていきます。そしたら次カレンからのシャナ使ってあげて倒していきます。無効貫プラス回避エールジュ組んであげて14コンボで突破していきましょう。もうカレンの利用しながら削り切っていきます。突破。さあ続きまして8階層です。エルディアブロ使いましょう。まずこれで消せない回復していきます。はい、エルディアブロからのやばい、今日ちょっとハズレキャラ引きすぎなんだけどまあ、それでも対応できる編成なんで安心してくださいマジで。ただこれが一番遅いルートってことは分かっといて。6階層水からのここ水ソニアが遅いですね。まああとカリンドラゴンとか引いたら地獄なんだけど、まあでも言うてカリンドラゴンは3番なんでそんななんか別にめっちゃくだるわけじゃないから。はい、まあ水ソニアはねハズレではあるんですけどもしっかりと回避エールジュからの無効貫通組んで倒していきましょう。突破です。ソニアだったら楽なんだけどね。で9階層です。ここはキュベレー使ってあげてツーパンしていきましょう。はい、キュベレーで遅延発動してあげることで快適に削っていきます。ここのダメージ吸収もねキュベレーの遅延のおかげでねスキップできますのでめっちゃ楽ですね。で火の列プラス回避系ルジュプラス T 字組んであげて殴っていきます。もう常にこの3コンボを組んでいくイメージ。火の列プラス回避系ルジュプラス T 字組んであげて、これが一番軽く出るんでね、これで殴っていきましょう。もう一回火の列プラス回避系ルジュプラス T 字組んでいきます。やばいやばい。はい、これで火の T プラス回避系ルジュプラス列組んであげてスーパーで突破していきましょう。 OK、 このまま倒していきます。スーパー。さあ続きましてボス階層です。ボス階層は火の3回避正方形を2回組んでいきます。カレンからのシャナ使いましょう。これで殴っていきます。回復正方形で削っていきましょう。12コンボです。 OK、 もうこれで確定で入りますので軽くシャナ使ってあげて、カレン使う必要性はないですね。割り楽なんで、これで回復正方形組みながらしっかりツーパンで殴っていきます。800億入るんで。そしたらエルディアブロ使ってあげて火の2列下手組んでいきましょう。エルディアブロからのカレンからのシャナ使います。はい、これで火の2列プラス回避組んであげて12コンボです。これで一発削ってあげてナイス。そしたらカレンからのシャナ使って火の無効貫通プラス回避経路仕組んでいきましょう。火の無効貫通と回避経路仕組んで火の2セット組んであげて11コンボでこのまま2パンで破壊していきます。倒していきましょう。そしたらラストボス階層ですね。はい、もうこっからは6パンかな、いや7パンですね。7パンで倒していくだけです。はい、そしたらもうカレンからのシャナ使っていきましょう。で常に比列プラス回避ケールプラス火の T 字組んでいきます。はい、比列プラス火の T 字プラス回避ケール組んであげて、まずは一発削り、もうシャナの火力でゴリゴリに削っていきます。やっぱシャナ強いね。シャナ火力が強え。でカレンからのシャナ使いましょう。比列プラス火の T 字プラス回避系 L 字のこの固定配置を常に組んであげてもう一発削っていきましょう。この配置本当に最強なんでこれだけを組み続けてください。でカレンからのシャナ使います。でこのまま半分まで持っていきましょう。はい、比列プラス T 字プラス回避系 L 字組んであげて、さあこれで半分です。 OK、 半分まで削っていきます。そしたら半分時ですね、シェリング使ってあげて火の3と回復正方形組んでいきます。シェリング使いましょう。 60% 軽減発動してあげて火の3と回復正方形組みます。これだけでシールド割りつつ 60% 軽減でこいつの発狂攻撃受けていきます。はい、29万なんでね、ちゃんと受け切れます。そしたらもうカレンからのシャナ使ってぶん殴っていくだけです。ここからはもうこっちのターンですよ。シャナ使いましょう。で火の列プラス火の T 字組んであげて殴っていきます。うい、回復エルシュと火の T 字含みながらちゃんと列も組んであげて12コンボです。さあこれで一発削り OK。 そしたらカレンからのシャナ使いましょう。いやでもマジで早いねこの編成。シャナとは正直思えんよな。痛いかも。はい、これでちゃんと回復挟んであげて火の T 字プラス回避 L 字で殴っていきます。 OK。そしたらラストは火の向こう貫通組んで倒すだけです。カレンからのシャナ使って終わらしていきましょう。という感じの編成でした。いかがでしょうか。早くて最速13分台、遅くても大体16分ぐらいでクリアできるの伝わったかなと思います。今回まさにねめちゃくちゃ遅い敵ばっか引いてるんですけど、それでも大体多分これで16分前半とかですかね。だからなんならもうほぼ15分ぐらいで周回できるみたいな感じなんで、めちゃくちゃ正直強い編成になっています。なんでね、もしカレンとシャナ持ってる人はよかったらこちらの編成使ってね新まんじゅう攻略してみてください。ちょっとタイム見ていきましょう。タイムが16分8秒、そうですね。だから6階層水からの8階層で水かな引いた場合でもこんなもんなんで、賞味めちゃめちゃ早いですね。なんならね早い敵引いていけば最速13分で勝てたりしますので、ぜひ組める人は使ってみてください。ラストの代用解説ねめっちゃ大事なんでやっていきましょう。さあということでここからは代用を話していきましょう。まず代用する際の注意点として、スキブを28以上積んであげてください。で耐久の目安としてシェリング使用したタイミングで大強小強とボス2の半分後のダメージ耐えれるということ、あとはネネコプラスカッパの先制耐えれるということをね、調整しながら代用してください。でバッジはね基本 HP プラスバッジに変えてもらってね代用していただければなと思います。はい、理想は落ち込んだけどね代用は HP プラスでやってもらう方がいいかなと思います。別にそんなタイム変わんないんでね本当に。で、代用話していきますね。まずシェリングに関してはスキブ4ヒエル持ちの、スキブ4でヒエルジ持ちの軽減スキル持ちキャラクターです。で代用に関しては基本的には L 字2個のキャラで代用してあげて、4階層のアシスト無効は非 L 字3個で解除してあげてください。で代用としてドットジョシュアとかキャプテンアメリカ等が代用として使えます。はい、もうそもそも編成組めないとしょうもないんでね、代用としてねシェリング持ってない人はこちらドットジョシュアもしくはアメリカ使ってください。で一番大事なカレン武器ですね。カレン武器に関しては無効貫通武器要員です。でスキブかチーム HP のどちらかを盛れるものを使ってあげてください。で、スキブとチーム HP 両方盛れる武器はほとんど属性付与があるのでどちらかで大丈夫です。はい。で、ドルキは優先度低めで、十字も1万優先度低いです。で、ターン明るいと6回その先制溜まってしまうので注意してください。15ターンヘイスト食らうんでね。つまり代用としては、フェスゲンホノリンとか、黒デクとか、遊戯武器とか使っていただければ大丈夫かなと思います。はい。という感じです。で、次にゴッドガンダム武器ですね。これはもうほぼ代用ありません。一応代用する場合はデッドプールもしくはミリムリムルが使えますが、もう賞味代用ないと思ってください。で、次にガンダムエピオンですね。ここはお邪魔プラス創作耐性武器です。で他の武器の代用で耐性が埋まっている場合、ここにたこ焼き武器つけてください。代用としては白の写真とかスパイダーマン武器とかになります。でパイモンは泥鏡森プラスヘイスト森武器ということでね代用していただければなと思います。でレブに関してもカレンと同じく無効貫通武器としてね採用されているという形になっております。という感じの編成でした。はい、いかがでしょうか。マジですねこの編成代用してもめちゃめちゃ強いので、ぜひねバッジ変更しつつ代用して遊んでみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。